すぐわかるおすぐわかるおのお暇なら映画でもどーんどどーんということで今回は虐殺期間あらすじを手書き紙芝居時短版早速行きましょう主人公は米軍特殊部隊のクラビス・シェパード隊員です 彼の任務は世界中の国々で行われている虐殺の中心人物であるジョン・ポールを捕らえることでした。ジョン・ポールが最近チェコにいる元カノと接触したという情報を掴んだ彼らはその人物であるルティアのもとへ行きました。しかしクラビスは罠にはまり、ジョン・ポールに捕まってしまいます。虐殺の王ジョン・ポールは言いました。虐殺には文法がある。 この文法を使うと人は魔法の呪文にかかったように虐殺に目覚めるというのです。なんとかこの場から助かったクラビスは再びジョンを追ってインドへ行きます。そしてついにジョンを捕らえます。しかし彼はそこで衝撃の言葉を耳にしました。今のアメリカが平和なのは外国で繰り返されている虐殺のおかげだ。 奴らがアメリカに向けてテロ行為を起こす前に、私が内戦状態に持ち込んだからテロのない世界を維持できているのだ。虐殺の文法を使ってね、と。クラビスは虐殺の王ジョンポールからその文法の秘密を渡されました。そして彼は全米に生中継されている公聴会の席で、その真実を告げました。というのが、虐殺機関の簡単なあらすじというふうになりますね。えー、まあ。 悪い魔法使いを捕まえる男の話というふうにファンタジー的に考えれば置き換えることもできそうな感じなんですけれども、この虐殺期間について次回の動画ではおしゃべりをしたというわけですね。まあ何を喋ったかなんですけれども、まあ原作と映画の違いとか、虐殺の文法のね元ネタとなっている生成文法についてとか、 あまあ、正義についてとかか、えー、そんな感じですかね結構たっぷり喋りましたね、えー。1時間半ですね。こんなに長くなると僕も思ってませんでしたし、実はあれなんですよ。言おうと思ってたことの結構な部分を言い忘れていたっていう感じが、まあ言わなくても別にいいことじゃゃいいことなんですけど、それを忘れていたにもかかわらず1時間半かかったんですね。結構。 喋りましたね。まあ面白い映画、そして面白い原作なわけですけれども、まあなかなかね、作るのは大変だっただろうなというふうに思いますね。あの制作会社の資金繰りとか倒産を経て完成にこぎつけたという意味ではなく、えー、内容的にね、これを映画化するのは結構難しかっただろうなというふうに忖度しますと。 えー、いう感じがありますね。そのことについてもちょこっと話していますね。という感じで、えー、逆殺期間。まあ、SF なわけで、伊藤計画のね。まあ、若くして亡くなってしまった才能あふれる伊藤計画。メタルギアが大好きな伊藤計画ですね。親しみを感じますよね。え <laughs> 逆殺期間もね、どことなくメタルギア感がね、えー、満載というか、そんな感じしますよね。そんな逆殺期間についての独自解説。 を、えー、次回は配信いたしますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。タイトルは、世界は経済で回っているという風うにいたしました。タイトルね、ちょっと迷ったんですよね。どっちにしようか。世界は経済で回ってるにしようか、平和は続くよ、どこまでもとか、えー、そんな感じにしようかとか、考えたんですけどね、経済で回ってるという風うにしてみました。 ということで、えー、っと、次回の虐殺期間独自解説、ぜひ皆さんよろしくお願いいたしまーす。皆さんのご来場を心よりお待ち申しております。では、すぐはカルオでした。バイバイ見てねよろしくお願いしまーす